キューブ。アルケミスト。榎本かほと皆川夕日の夕顔って恋愛会議。さてと、それじゃあ夕ちゃんの分析はこのくらいにして、次の句に行こっか。最後の方はちっちゃい子がどうのって騒いでただけな気がするけど、まあまあ細かいことは気にしない。それじゃあ次の人行ってみよう。続いては長峰くんの憧れの先輩、ミステリアスな文学少女、綾瀬さゆき先輩です。先輩といえばテストでいつも学年1位のおしとやかな優等生ってイメージかな。ちょっと人見知りする性格みたいだけど、おつむの出来が違うよね。女の私から見ても綺麗なのに頭までいいとか、神様ちょっとエコひいきしすぎだよ。ブーブー、勉強の手の字もしてないカホが言わないの。あ、それとトモキと同じ図書院で院長やってるみたい。放課後は図書室で一緒に仕事してるってトモキが言ってたから。おほう、それってつまり憧れの先輩を追いかけて同じ院になったってことよね。長峰くんにしては随分と積極的じゃない。これってもしかすると、もしかしちゃって。夕暮れの図書室で憧れの先輩と二人っきり、憂いのある表情の先輩を思わず長峰くんが抱きしめて、あー、長峰くんの青い春が爆発しちゃう。ちょっと、トモキはそんなことしないから。まあだろうね、あの長峰くんだし。でも最近は携帯で連絡取り合ってて、放課後以外にもちょくちょく会ってるみたいだから、案外コロッと落ちちゃったりするかもよ。あれれ、夕日？そんなこと あるわけないじゃない。カホってば冗談ばっかり言うんだから。ごめん夕日、そこまでダメージをとは思ってなかったわ。話は変わるけどさ、さゆき先輩って一度心を開くとひっついてくる子犬系だと思うんだよね。だから夕日も長峰くんにひっついてみたら。そんなことできたらとっくにやってると思わない？失礼しました。次回分析するのは稲川夕日って、私夕日の魅力を丸裸にしちゃうよ。うひひひひ。